レジナルド・ジョセフ・ミッチェルレジナルド・ジョセフ・ミッチェルは、イギリスの航空技術者、スピットファイアを設計したことで知られる。スタッフ・ド・シャー生まれ。1912年、高校卒業後、蒸気機関車製造会社に、銀市民ならいとして就職。1917年にスーパーマリン社に入社。社内ですぐに頭角を表し、主任設計士となる。第一次世界大戦後は、 ウォーラス等の飛行艇も手掛け、1920年から1936年の間に24機種もの航空機の設計を行った。特にシュナイダートロフィーレース用の高速水蒸気の設計、開発を行い、S シリーズでレースの3連覇を達成し、祖国にトロフィーの永久保持権をもたらしたことで功績を称えられ、1931年12月29日に、 大英帝国勲章を授与された。1933年8月、直腸ガンを発病し、人工肛門の手術を受ける。しかし、ドイツでナチスの台頭に危機感を覚えたこと、そしてスーパーマリン社発の主力戦闘機の座を勝ち取るため、病を押して設計を続け、1936年にタイプ300の社内名称で呼ばれた機体が良好な、 結果を出して初飛行に成功、イギリス空軍に採用され、スピットファイアと命名された。しかし、彼自身は、スピットファイアという名称を馬鹿げていると思い、気に入らなかったという。1937年初頭、ガンが再発したことにより、設計士の職を退き、一時は、ウィーンに渡って、アメリカの財団が運営する病院で治療を続けるなどしたが、 スピットファイアの量産第1号機の完成を見ることなく6月に死去した。以降の同期の改良は同僚のジョセフ・スミスに引き継がれた。死後忠国の死として称えられ、1942年にレスリー・ハワード監督、主演による電気映画、迎撃戦闘機スピットファイアが作られた。ありがとうございます。